悲劇駅前漫画は、1966年4月28日に、東方系で公開された日本映画、カラー、東方スコープ、東京映画作品、95分、駅前シリーズ第15作。本作は漫画ブームにちなみ、深海地を舞台に漫画をテーマにした内容となっている。その場所は語られていないが、マスオが百円札を披露おうとするシーンに登場する。 駅名が、うが、お会と書かれていることから、喜劇駅前団地の舞台だった百合がお会と思われる。本作の最大の特色は、当時、週刊少年サンデーに、好評連載され、テレビアニメも始まった、お化けの旧太郎と、おさつくんとのコラボを行っており、劇中、おとつと旧太郎が、おば旧、おさつの漫画を読んだり、おば旧のおもちゃを作ったり、 いや、剣社長が、お粗末の嫌味の口調や、生を放つなどのシーンが存在。そして極めつけは、友野の夢のシーンで、おばう軍団が、おもちゃ軍団と戦うというアニメが挿入されたり、堺の夢のシーンで、着ぐるみのおばうと P 氏が登場するというシーンが、登場する。助演は、小役の倉忠義と、辻義隆、そして、日活時代に、 フランキー堺井と共演した市村俊之が出演する、祈願城の冒険、ありがとうございます。